ました。じゃあ今並んでる準備できます。思いっきり。お、いい感じ。とわ。いけっすね。取れない。どんまいどんまい。どんまいどんまい。何も言えないな。あ、どう？行ったか？でも入っちゃったかも。惜しかったですけどね。あともうちょい右だったらカードめっちゃ跳ねてたから。多分草見ちゃうとその目線に行ってアドレスができちゃうんで、もう全然前のグリーンの方を見てしっかり打ちます。おお！あ、行った山や。行った？越えたけど山です。あ、どうだろう、あのガサガサって入ったからいけかもしれないけど、当たりはめちゃくちゃ良かったですね、今。すごい飛んだ、うん、めっちゃ飛んでます、今の。めっちゃ飛びました。打てましたここぞとばかり。確かに、打ててたね。打てなかった。私、アイアンが飲むのかな。これからだね、うん、ここからじゃん。ここから出てる人にね。いや、またゴルフ場が助けてくれるかもしれない。これ赤い杭が刺さってるんですけど、これ赤い杭よりも池の方に行っちゃったらもう池っていう扱いになっちゃうんですね。あ、そうじゃん。赤い杭行けたな。この辺だったと思うんですよね。この辺にガサガサって当たったんで、ここからもう一回みんな順番に打って、で、またみんなで打ちます。はい、協力だ、協力だ。どんまい。で、ここもう自分の立ってる位置よりもあのピンの位置が多分高いと思うんですよ。これ打ち上げてるって言うんですけど、打ち上げてる時にあのピンを見て構えると左肩上がりになるんですよね。目線が高くなりやすいから。どこ見たいんですか？もう普通にその手前の黄色い旗ありますね。 あそこが多分同じラインの高さなんで、あそこの方向に打つつもりで目線ができるだけ上がらないように。上がっちゃうとさっきの好みみたいにヘッドアップしやすくなっちゃうんで、はい、それちょっと注意して。おぉ、ナイスショー。ナイスショー、いけ。お、すごい、ナイスショー。進んでる、進んでる。すごい、うん、オッケーオッケーオッケー。めっちゃいくらイエイ、ナイスショー。ありがとうございます。おぉ、ちょっと右だけど、あれの登ってっちゃったかな。あ、でも当たりは良かったですね。すごい、はい、いいよと。いい感じ、いい感じ。ちょっと置いてかれたかな。そうかな、ボールかわいそう、この手前。もっとちょっと打つからね。このレンタルのクラブめっちゃ打ちやすい。なんかね、ゼクシオ11って言って最新のゼクシオクラブ。最新、最新を1000円で借りれるってすごいです。めちゃめちゃお得。すごいよね。ね、あ、私の球は結構上に上がっちゃう。あんな方まで行ったんだね。あと方向だけだね。あ、そうなんですよね。打撃系、方向、うん、あの中性系。何系だろう、私。アプローチ。お、お、ちょっと大きいか。ちょっとオーバー。うん、当たり良かったですけどね。うん。方向めっちゃいいよね、やっぱり。ね、うん。ちょっとスイングが大きいですね。これがもう近いのに。もう耳ぐらいまで上がってるんで。ちょっと弱い。弱い、うん、パターです。はい、パターが今みんなパター持ち帰って、はい、ダングリーンじゃないですけど真ん中ぐらいでもうちょっと上がっていくんで、それなりに打った2番まで上がらないですけど、どういうふうにボールが曲がっていくかをちょっと想像して、ピカタの打ったやつを見てどういうふうにボールが転がっていくか、ちょっとラインを見ちゃいましょう。はい、これは全然ダメだ。戻ってきちゃう。戻ってきちゃう。え、これでも超えられない。結構戻ってきましたね。これも。あ、おお、上がった上がった。あ、おお、止まった。すごい。また。いい。登れ。あ、すごい。登れ。すごい。登れ。登れ。ああ。ああ。
惜しかったですね、あともう一伸び、ね、来ちゃったラインはめちゃくちゃ良かったですね。登り切ったんで、ガブちゃんの、はい、でみんなでもう一回打ちましょうか。おおまあ、これ落ちるんだ ね、 ね結構やっぱ右から傾斜来てますね。いい強かった方向は良かったと思います。これも元気ですね、だいぶ。うまい。お、すごい。ナイスイン。スリーパットですか。6、7、8ですね、ここのホール。じゃあま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 あ、池入れて8なんで、うん、まあそんなにそこまで悪くはないですね。あ、でもちょっとずつ良くなってる。うん、確かに森に入らない。そう、上達してきてる。私たちでもできます。そう、結構何回かいいプレーありますからね。うん、うん、このショートは池があるので、ちょっと彼女たちは厳しいから先生がお手本を打ちます。どこに？なんかでもライン出ましたね、今ピンに。ナイスショットです。ナイスショット、ナイスショット。本当に完全にピンに向かって飛んでったなと思うんですけど。いや、ピンのそばに落ちました。よし、じゃあこんな感じで打ちますっていう、はい、こんな感じで打ちます。打った本人が一応置いてなかったんですけど、ね、じゃあいきますか。とにかく上がるまで打つ。上がるまで打つ。じゃあスコア取るって感じですかね。そうですね、はい、パー5。また右飛んでっちゃいそう。もう大丈夫かな。もうちょい左向いて、左逆、もうちょっと左、そうそうそう。わー、おー、ナイスショー、ナイスショー、完璧。いや、すごい。どうぞ。やっぱり指示があると今ここでじゅんさんが言ったんですけどね。またあっち行っちゃうのと思って。緊張する？緊張します。もういい感じです。セーフ。お願いします。はい、はい、うん、進む。ハートミッチを使って、すごいすごい進んでる。めっちゃ有料道路を使いました。あー、ナイスフェアウェイ。ナイスー。え、結構飛んだよ。だいぶ飛んでる。すごい。旗より飛んだんじゃない、あの黄色。芝を使わないでコロコロ。ちょっといいな、飛ばない。飛ばそうとしなくて大丈夫。大丈夫ですかね。大丈夫。あれを打っていこう。あれを、はい、ちょっと飛ばしたい。私もさすがにそろそろ。そうね、これずっと打てるから、このピンクのボール。練習できる。早く左見ないようにね。左を見ない。うん、見てるな。もう見てる。これ見てる、見てる、見てる。もっと見ない、もっと見ない、もっと見ない。はい、当たった。当たった。右、まあでも OK。 7番ヤン持って行きましょう。みんなももう次打つであろうクラブを持って、はい、くぞ、行くぞ行くぞ。すげえすげえ。おお、ナイスアウト。 OKOKOK。 今良かったんじゃないですか。お、今のちょっと初めて今日、うん、いいの出たんじゃないでしょうか。左、もうちょっと左向いて、そう、惜しい。あ、木に当たった。上だ。オッケー。ね、
おお。ナイスショー。進む進む。やべ。すごい。やった。やったね。安心。やっと打ちました。よかった。よかった。こういう時どうやって打ったらいいか。確かにどうやって打つんですかこれは。ちょっと見ててください。こう一応もうこういう風に最初の頃って曲げて木の中に入ったことが多分いっぱいあると思うんですけど、この時に最初のロングで打ってた時みたいにこう大きいスイングして打っちゃうと、まあ、この球が上がって木にカン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 って当たっちゃうんで、もう一番広いとこ、ここを真後ろから見てグリーンあっちゃうんですけど、あっち狙いたいけどもしかしたら木に当たる可能性が高いんで、この横とか同じような真横でもいいから、とにかく打ち合わせに出してあげる。スイングの幅はもうパターの6パット打つ時みたいにこれぐらい8時4時ぐらいで打ちます。でスタンスもちょっと狭く、大きくやるとぶれやすいからできるだけ狭くコンパクトに小さいスイングで、おお、出してあげてフェアウェイに出たら OK みたいな。はい、ってことで今のを見た上でチカイちゃんに打ってもらいます。スタンスをいつもより狭く広いんで、そうそうそう、うん、あ、OKOK、OK OK、あれが一番怪我なくとにかく出せるんで、あれで OK、 完璧です。はい、出ました。さすがです。好み覚えました。覚えました。スタンスをこんくらいで、こんくらいもう完璧ですね。これで森へ行っても、森林な、お話しした。まあちょっとキックして前に進んだって感じ。スコップ1杯分ぐらい。あ、そうですね、 OK、 はい、ナイスね、土、ありがとうございます。左から左から、そう、バンカーか、あ、出た、出た出た出た、出ましたね、出ました、ナイスショ。あ、ね、バンカーから逃げれなくて8台ぐらい打ったんですよかった。バンカーはね、難しいよ、ね、しっかり地面に当たるように素振りをね。はい。一面に。あ、いい感じ。お、あ、そう、やだやだやだ、受ける。お、あ、めちゃめちゃ。すごい。よかった。はい、おお。おお。ベタベタベタ。うまい。すごい、うまい。綺麗に出ました。ただ、ガブちゃん、はい、バンカー鳴らしてください。そうですね、はい、ちょっとクラブちゃん借りていいですか、雰囲気を、まあ、グリーン乗ってからピンまでが結構距離あるんですけど、打つ距離的には20ヤードとかになるので、これもさっき林から出したようにアプローチだからスタンスこのままフィクトに小着して振り幅も8時から5時ぐらいで、裏面この面でザクってやったら、ひげこの後ろを滑らせてあげるように、あ、狭く8時4時で、すごい、すごい、パイル、そうそうそう、惜しい、やば、惜しかったです、惜しい。あ、でも距離感的にはあれぐらいなんで、しっかり8時から4時で、こっちだけ大きくて上枠とかじゃなくて、しっかり左右対称に、はい、どこ向いてるんですか、すごいすごい、ちゃんボールの方向いてある、はい、しっかり後ろから一回確認した方がいいかな、
ちょっとカツンってきましたね。振り幅はそんなに悪くないですけど、今はまあボールが当たったのがこのリーディングエッジ刃の部分なんで、カツンと、ね、しっかりこの後ろの一番最初の頃のレッスンにあったこの面をぶつけてあげるっていうのを、球が上がりやすいです。あ、まだ向こうにボールあるんで、まだまだ、はいはい、どうぞ。今ってパターン以外に持ってないですよね。持ってない。最初に、まあ、グリーンに乗ってない時でここの距離感って多分わからないと思うんですよね。パターでどれぐらい転がっていくのかな。こういう時に A とか S じゃなくて9とか8とか7、よくこれは飛んじゃいやすいクラブなんですけど、これをパターみたいに短く持ちます。でいつものアプローチだと多分しっかりこうアドレス取って打つんですけど、パターみたいに真上からボールを見下ろすようにしてクラブ短く持ちます。パターのアドレスで真上から見てログパッド打つみたいに転がしてあげると、ちょっとオーバーなんですけど、パターでロングパッドでバーンって強く打つよりかはこれで転がして寄せていくっていう技もあります。この辺が怖い人とか、まあ、ここは綺麗なんでいいんですけど、なんか芝があったりとかある時は9番とか使って打ってあげるといいんで、ちょっとやってみましょう。はい、でもパターそんなに強く打たないんで上げようとせずに、うん、そう、うまい。 OK、 ナイスタッチ、ナイスタッチ。あっちから好みは何やの。これはパターでいってみましょうか。あの黄色いボールぐらい左に曲がるよ、うん、いけ、弱いけどラインは良くそう。すごい。お、惜しい。惜しい。先入れちゃいましょうか。はい、うん。いいです。はい。じゃあラブさん。惜しい。これもお先入れちゃいましょうか。はい。うん。全員ホールアウトしました。もう数は数えられません。あといいショットだけどハイライトに したいと思います。すごい楽しい。じゃあ次最終ホールです。最終ホール。頑張ろう。はい。